そこから得られる視点を多くこう自分の知識として取り入れることも大事だと思うのですが、自分の目で実際見て、自分の足で実際その場に現地に運んでいって、その視点たちに実際触れることがより大切だと、このプログラムを経て分かることが何度もありました。自分と違う視点、意見を持つ人はどのような人なのか、どういう背景、ストーリーでそのように思う、そのように思うことがあるのか、今後理解し合えるためには何が必要なのか、このような疑問をキャンパスアジアの学生とともに多面的に考えられたのは貴重な経験だったと思います。一緒に考えるのは決していつも必ずポジティブな議論ではありませんでした。意見の食い違いで討論になることも多々ありました。でも、キャンパスアジアなどの学生レベルの交流の醍醐味は、それで終わらないことだと私は思っております。一回の議論、一回のミーティング、一回の出会いで終わることなく、時間をかけて決まっている。それができてからこそ分かち合えるものがある。それを私は学ぶことができました。また、二つ目に、私自身のアイデンティティが国籍、国境というラベルを超えて東アジアの一員、またキャンパスアジアプログラムの一員というアイデンティティを持つことができました。プログラムの学生交流で一緒に過ごした人々とは家族のようなかけがえのない関係、絆でつながっていること、それを社会に出てからもいつも実感しております。これらの学びをもとに、私が提案させていただきたいのは、今後、日中韓の間で交流する方々には、同世代の日中韓の学生と日々接すること、上の世代の方々からは経験、歴史を何度も聞き知ること、そして下の若者世代からは日中韓三国に抱く夢、そして希望を聞き、自分が実現できることは何か、それを日々考えていただくことです。